サンテゴネックの教区教会にある聖アンナとマリアの像、ブルターニュの聖アンナ数形では、フランス、ブルターニュにおける聖アンナへの強い数形について述べる。聖アンナは、多かれ少なかれ、神話的なアルモリカ時代の原始キリスト教時代から、数形されている、ブルトン聖人の一人とされ、マリアの母アンナと同一視されている。19世紀以降、聖アンナは、 ブルターニュの守護聖人としてみなされてきたが、1914年7月26日、ローマ教皇ピウス10世によって、正式に認められた。20世紀初頭に撮影された、サンタンヌラパリューのパルドンの様子サンタンヌラパリュー、礼拝堂にある聖アンナと、聖マリアのゾウブルトン人にとって、聖アンナは、ブルトン人の祖母との別名で呼ばれる存在である。言い伝えは、 プロネベポルゼが彼女の出生地であると伝えている。ブルターニュ民話を収集したアナトールル・ブラーズはアンナが残酷で嫉妬深い漁師と結婚していたと伝えている。子供を嫌いな彼はアンナが妊娠しないようにしていた。彼女が妊娠した時、漁師はモエリエンの城からアンナを追い出した。アンナは幼いマリアと一緒に放浪し、ある時トレファンテックで 天使は母子をボートへ導いた。神の意志により、天使は彼女たちをガリラ屋に連れて行った。月日が流れ、マリアはヨセフと結婚し、イエス・キリストの母となった。アンナはブルターニュへ戻り、祈りを捧げる晩年を送り、貧者には物を恵んだ。別の伝説によれば、アンナはマリアの母、イエス・キリストの祖母、そして弱き者妻であった。彼女の肉体は、 実際に消滅してしまい、1624年、王霊近郊に住む農夫イブ・ニコラジックの前に現れた。アンナは彼に対し、自分を称える礼拝堂をケルアンナ集落に建設するよう命じた。そこは彼がかつて借りていた農地であった。1625年3月7日の夜、イブ・ニコラジックと彼の弟、そして4人の隣人たちは地中から彫像を掘り出した。 後におこそかに、カプチン会修道士たちによって彫刻が施され、彫像そのものが聖なるものであると認定された。修道士たちによる調査とニコラジックへの事情聴取が行われ、ヴァンヌ司教による支援戦術の後、成人数計が承認され、礼拝堂の建設は長年にわたって続けられ、やがて大聖堂が完成した。大聖堂の所在地の名は、サンタンヌドーレである。 ブルターニュの守護聖人である聖アンナに捧げられ、毎年パレドン祭りが行われる。フランス国内にあるカトリックの巡礼地としては、ルルド、リジューに次ぐ聖地となっている。アルモリカにおける聖アンナ数計は12世紀以前に見つかっていないが、かつて古代の女神アナ、またはダヌの存在は広く伝播されていた。ブルターニュにおけるアンナの人気の高さは全般的に、 ケルット神話の女神ダヌの存在が、後世にまで残っているという説明で裏付けられる。1996年、フランソワ・マチュラン・グルベス司教主催のもと、ローマ教皇ヨハネ・パウロ二2世は、サンタンヌ・道ーを訪問し、大聖堂で祈りを捧げた。これは、ローマ教皇の初のブルターニ訪問となった。言い伝えによると、 サンタンヌ・ラ・パリューでの聖アンナのパルドン祭りが確立されたのは6世紀。聖コランタンと聖グーエノレによってで椅子が洪水で水没した後にグラドロン王によって聖アンナに野原が提供されたという。サンタンヌ・ラ・パリューにある礼拝堂の古い名は1518年にはサンクタ・アンナード・パリアダンといい、フランス革命までランデベネック修道院に属していた。 礼拝堂が建てられたのは、西宮へのれの生きた時代であると主張されている。17世紀に建設された礼拝堂付属の石像の首楼の日付は1419年である。礼拝堂は、特に17世紀に数回の再建が行われた。礼拝堂への巡礼は18世紀半ばから始まった。ありがとうございます。